井山さん、はい、最後参りましょうか。ラスト一踊りですから。ぜひもう見ていただきたい。明日は仕事とか関係ないですから。いいですか。みんなで踊りましょう、はい、そして歌っていただくのは六本木二郎さん、工藤彩乃さん、小山瑞希さんです。まだ届いてない子供たちがいっぱいいるかな、はい、子供たちもそのままやぐらに来ていただいているので、もうみんなで賑やかにですね最後踊っていきたいと思います。工藤さんと、はい、踊りついた、待ってましたよ。はい、それでは宮本さん、はい、ラスト参りましょうか。はい、それでは皆さん準備はいいですか。元気よく参りましょう。六本木アウト。はい、皆さん今日は本当にごめんなさい、おいでおいで。Oh,
桜の方に来ていただいて、踊りたいなというふうに思いますので、その間の準備が整うまで皆さんの準備もちょっと熱いね、煽りましょうか。はい、自治会さん、はい、また上がってください。アンコールいただきましたので、はい、皆さんと一緒に最後を歌って踊って終わりしたいと思います。自治会の方、ね、これまでずっと、はい、自治会さん、ほら上がってくれと踊ってくれた皆さんもいらっしゃいますし、それを外で眺めていた皆さんもいらっしゃると思うんですけども、眺めている方もこの輪に入るとすごく楽しいですよ、ね、ちょっと来てみてくださいよ。頑張ろうね。お、はいはいはい、皆さん、自治会の皆さん、どうぞどうぞ前の方に。自治会の皆さん、もう皆さんがいなければこの盆踊りは開かれないんですか。最後は皆さんがこちらに踊っていただいて、ラストのラストダンスを終えたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さん、自治会の皆さんは全員お揃いでしょうか。もうちょっとかな。出ました、出ましたか。揃いましたね。 OK です。さあ皆さん、これが本当に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 最後ですので、この夏を思い出起こすことなく踊りに尽くしていただきましょう。参りましょうか。それでは参ります。六本木音頭、はい、これが本当に今年の夏最後の、ね、皆さんの笑顔、本当に嬉しく思います。そしてこのお祭りを作り上げた自治会の皆さんと一緒に踊って楽しんで終わりにしましょう。ああ。
六本木ヒルズ自治会の会長後藤さんにご挨拶と、3本締めお願いしたいと思います。拍手お願いします。皆様お疲れ様でございました。六本木ヒルズ自治会の近藤でございます。本当に今日はいっぱいの方に来ていただきましてありがとうございます。そして、来年もまた、こうやって盆踊りで皆様とお会いしたいんですけれども、それ以外でも六本木ヒルズではいろいろなイベントをしております。10月にはハロウィンパレードもありますし、クリスマスにかけてはイルミネーションもあります。そして正月になりましたら、鏡開き、そして春になりましたら、春祭りももちろんありますということで、いっぱいいろんなイベントにお越しいただきまして、六本木ヒルズを、愛していただきたいなというふうに思っております。今日は本当にありがとうございます。お疲れ様。